どうも、ヌヌです。メビウスファイナルファンタジー PC 版ライトニングディザレクション続きを遊んでいきたいと思います。クリスタルキーを、クリスタリウムの方で入手してきましたので、第5区画ですね、探索を開始しましょう。サブに忍びマスターつけてるおかげと、忍びマスターに使っていた武器、それにスマートブレイクがついていて、武器強化によって段階を踏んだおかげでスマートブレイクプラス 53% だったかまでプラスになってるんですけど、それのおかげもあって強いですね。ライトニングさん、私に力を与えるのは絶望か。無理に戦おうなんて思うなよ。前だけ見てろ。背中は守るか。警戒モード発動。交差点の方を見ましょうかね。これは先に右に行ってスイッチを踏んで橋を移動させてからこっちに行く感じだね。でこっちに行ったらスイッチを押してからこっちに行く、この出発地の方に行って、で果てなき終着点っていう方に向かう感じかな。 OK。
バイバルチケット助かるね。ラスターボム。さあスイッチにたどり着きました。ダハーカーがいる。これで橋が動くから今度はそっちに向かうと。これテレポで行けないんだな。交差点の場所は橋がある場所だから、橋が真ん中にあれば行けるだろうけど、レジャーの馬先使えばよかったかな。まあ3バトルだし、ゆっくりライトニングさんを見るのもいいかな。どうということはない。
仕方だ。闇属性のボムがいっぱいいる。の中継点、うん、エリクサーは490個もある。そんなに使わない、うん、どんどん行こう。まあ使おうとしたらね、プレアデスラズあとは何だっけ、センシティージョンとかそっちじゃないかな。ライトニングさん強いけど、センシティジョンの一番強いところだと厳しいだろうな。変化して仕掛ける。さあ中継点来まして、中継点から先に進めようかと思ったんですけど、今回ここで一旦切りたいと思います。チャンネル登録高評価とよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。